どうも、ハルカットです。皆さん、ポケモンフュージョンって知っていますか？ポケモンとポケモンを合体させることができるサイトです。そこで今回は前回好評だったポケモンを合体させてみた第2弾ということでやっていきたいと思います。って関係ないけど最近怖い夢いっぱい見ます。俺、恨まれてるのかな？怖い。というわけでよかったら最後まで聞いててください。いろんなポケモンを合体させてみた。まずはこちら、ゴルバットとロコン、フュージョン、ゴルゴン。顎の協調性がすごい。次はこちら、ウツロンとルージラ、フュージョン、ウツジラ。これはもう化粧を間違えてるオカマ。次はこちら、臭い花とエレブ、フュージョン、サイブー高木ブーみたいに言うな。そして色合いだけはなんかかっこいい。次はこちら、怒りザルとディグダ、フュージョン。怒ってるやつがなんかこっち見てる。ずっと見てる。ずっとずっとずっと見てる。大丈夫俺、これツッコミ合ってる。次はこちら、コダックとビリルダマ、フュージョン、コダマ。コダマでしょうか。いいえ、誰でも。お前どんな時も表情変わんねえな。次はこちら、不思議だれと何かのフュージョン。4連続でいきます。まだね、口がパキューム、石だね、石だね、恋だね、恋じゃない一つ目小僧、ベロだね、これはいろんな意味で強そう。最後にこちら、臭い花とカモネギフュージョン、臭いネギ。いや、ネギはもともと臭いけどこれは超臭そう。とまあこんな感じでポケモンを合体させてみたでした。いや、これツッコミ鍛えられますね。あんまり得意じゃないんですけど、好評だったらツッコミ系 YouTuber なのかな。いや、お前のポケモンの思いそんなもんちょっとでもこの動画が面白かったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。